アローラ、モコと申します。今回ね、相手参加するのがガンボーさん、よろしくお願いします。まあ、ガンボー言うてパプラのガンボーじゃないねんな。はい、ということでね、ガブリアス、ウツロイドじゃなくた、テッカグヤ、テッカグヤ姫でしょ？で、その下のエスパー、フェアリーのカプテテフ、ザザンドラ、ゲンガー、そしてアローラ、キューコンと、それたちのパーティー、今回ね、パーティー、ちょっと入れ替えましたと、キューコンボーマンダ、バクガメザ、ダリン、バルシェン、ベトベトンと、いう面なんですけど、和田昴生もだいぶね、やっぱりもう実戦寄りに、まあ、より実戦向けに今回いじってまいりましたので、まあ、おそらく負けることはないでしょう。よろしくお願いいたしますということでね、まあ、早速ね、ちょ、気合入れて、新規ってね、やっていこうと思っております。はい。さあ、相手が選出も決めてましたね。とりあえず、このパーティーのやつコンセプトも、とりあえず、球根で壁張って、まあ、ガメス・パルシェンで、まあ、全抜きするみたいな。まあ、そんな感じですね。で、まあ、ただやっぱ今回、テテフがやっぱおるんで、ダダリン先方安定と。まあ、それに対して、やはりこのパルは結構出せるんじゃないかなと思っております。で、それでもしあかんかったら、まあ、バクガメスという感じで。はい。今回、バクガメスを結構必殺技引き下げてね、来てるんでね。まあ、やっぱ怖いのは、やっぱりあれですかね。テッカグヤ。テッカグヤ非常に肩が多い今の環境。まあ、自身のやっぱ種族値がね、まあ、本当に非常にバランスが取れてるし、タイプも豊富、技も豊富という中でやっぱいろいろできると。はい、で、まあ、9コン出してきましたということでね、ここはやっぱダダリンでいけるかなと思います。あ、無理か。いや、でもいきなり初手から吹雪ぶっ放してきた場合は、折り返しの何でしたっけ、アンカーショットでね、まあ、いけるんで、よろしくお願いします。それかもう、ここどうするんかやろ、カバーラ割りにしたんですよね、ゴーストダイブを。まあ結構、球根との対峙、実は多いんですよ、ダダリンって。なので、まあ、ここちょっと球根のアローラベール、に対して、それを読むという形にして、カバー割りでいきましょう。はい。はい、刺さりましたこれ、あれ、オーロラベールは、カバー割りでも、除去できますからね、はい。僕、何度も経験あるんで、はい。オッケー。で、オーロラベールなくしてと。はい。ってなってくると、相手はもうこれ攻撃に転ずるしかなくなるわけですよ。はい。で、おそらく撃ってくる技が吹雪か何かしらなんですよね。まあ、そこはまあ、読んで、まあ、でも読めたとしても、ま、やること変わんないんで、ここアンカーショットでいきます。はい。でしょ？はい、もう吹雪。もう全部手に取るように分かってるから、俺。で、これはしっかり助けて耐えて、お手つきじゃなくて、あらじゃ耐えて、こういうのばっかり嫌にやってくるわ。呼んでんねんね、ちゃんと。だってさ、ちゃんと呼んで思い通りに試合展開してさ、ねえ、確率でさ全てパーになるって意味不明でしょ、このゲーム。ほんまに、うわ、これほんま屈辱的やねんけど、全てを、球根の全てを対策してさ、で、相手の読みを、相手の行動全て読んでんのにさ、泣いてエスか、自分。いや、でも諦めねえよ、俺信じがダダリンを動くって、絶対に。あ、動く前に死ぬか。アホも。まあいいや。バックガメでいきます。Z パワーはまだ使わない。カラーダブル。もう亀の Z 技でも、壁貫通するしかない。うぜぇ、地味にうぜぇ、ここある風。うわぁ、これ1段が下がって、次先手取れねえな、これ。先手取れないし、吹雪で死ぬしっていう。ちょっと待って、1段階アップってことは 1.5 やろ。あかん、大変。多分球根も抜けないな。球根抜けてないな、これ。カラーダブルもう一回打つ。うわ、もうダメだ、もう。
とりあえず破り続ける、まあいいや。球根が、まあ多分吹雪、でもそういってる間にアローラーベールの関数稼いでるから、まあどう、光の粘土やろうけどな。あ、かわした、かわした、あ、いけるいけるいけるんじゃこれ。ワンチャンいけるんじゃ。あれ、なんで外れたんだ。そうか、お、あ、そうか、この一旦前に、解除されたんでしたっけ。ワンチャンあるぞ、これ。頼む。もう一回外してくれ。たぶんもう一回外してくれ。あ、あ、あ、いける、いけるんじゃん、これ。急行、でも、ワンコここで終わるやだって。ゲンガーが助けじゃなきゃいけると思う、これ。ゲンガーが助けてなければ、これ先制技もないから、鍵打ち以外、鍵打ち、封打ち以外。ここでアンコール終わるっしょ、だって。頼む、助けてないことに乗るしかない。お願いだ。波動。頼む。メガでやってくれ、頼む、メガでやってくれ。だって、相手メガワーク、だってゲンガーぐらいやろ、だって。ギャラもおらんかったし。頼む、メガでやってくれ。来た！これ全抜きできるね。ちょっと、抜けるぞ、これ。抜ける、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 抜ける。いや、ここ守ったとしても、特に盤面に支障はないんで、いや、いける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 。いける。今度はお前がお前同じ目見ろよ。おい、何悩んどんねんお前。何ひよってんねん。波動だよ。頭から撃つよ。6段階アップだぞお前。ちょ、これマジいけんちゃうか。急行も突破できるの確定。あと1体が先制技とか特になければ。急行でまあ、あられは降らしてくるか。じゃあお見せしましょうか、皆さんに。俺の必殺。さあ、爆破ですよ。すべての力を解き放て！ダイナミックフルグライブ！これで試合が終わればかっこよかったけど、まだ1体残ってるっていう。竜技が半、向こうやからな。竜の波動打てなかったのか。あ、ガブリアス。あ、これ勝った。タスキであっても、あられで落ちるから、勝ち。くたばっとけよ、お前。対戦ありがとうございました。ね。運に頼る、まあ、運っていうのはね、収束するんですよ、いつか。必ず。自分だけが運が悪いなんてないから。みんな同じ思いしてる。この俺の勇者みたいなみんなね、学んでほしい。勇気を持ってほしい。ありがとうございました。